原城陥落の過去を変えるため芝生は時を渡った。目指すのは上田城、幼者討伐軍の拠点の一つである。当時芝生は諸葛丹や島左近、長領と共に各地で妖魔軍と戦っていた。そこで上田城、彼らは軍を二分、芝生は小田原城へ、諸葛丹らは上田城へ向かった。結果上田城は陥落。同じ過ちは繰り返さない。大切なものを取り戻すために芝生は固く決意していた。頼む諸葛丹、俺を信じ。芝生殿、いきなり何を言い出すかと思えば、未曾有の危機にあってそのようなざれ言大概にしていただきたい。頼む、俺も上田城に連れて行ってくれ。ここで頭を下げるとはね。これあながち冗談でもなさそうだな。いつもの芝生さんならめんどくせえって言う。言い争う間にも時が失われる。皆で上田城を。ああすまない、急ごう。城に美女がいるらしい。引っ捕らえて金閣様に献上するのだ。なんと立派な城なのだ。炎章様の新たな居城にふさわしい。この混乱に乗じ、牢石を働く非道の輩め、粛清してくれる。相変わらず、かたいことで。教えてもらえますかね、しばしば。何が。俺は、諸葛丹と袂を分けっきり。この戦いには参加せず、小田原城に。けど、小田原城の救援には間に合わず。上田城に落ちた。この負けた用心しましょう。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。一冊無影螺旋脚。あり得る。とと。はっ。はっはっ。やっ。勝負だ。覚悟しろ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。
ますが、将兵らの士気も高まりましょう。危ないところでした。援軍感謝いたします。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。ですな、上田城、炎章様にこそふさわしい。さあ、より先に城を落としましょう。敵は共闘しているわけではない。それを利用して勝手撃破を狙おう。ならば、私が東卓軍を引きつけましょう。炎章を倒してください。たおやかな女性をお取りに。気が引けるが、無縁らせん客。それが最良だ。よろしくお願いする。はやの戦力、これだけならいいわ。敵に援軍でもあると厄介だ。これが噂の美女か。これが実力者の輝きなのですね。炎章様、奴らが来ました。継続の力、出てやってください。ロカール、ローマをも神聖させて我が意向は思い知らせてやろう。無駄に使われる私ではないが、王の勢いで損はあるな。敵に援軍だと。どうすれば。ついやっやっ、敵には増援がいたのか。俺が行く。今助けに行く。来てくださると信じておりました。ご協力感謝します。見張るばかりの戦ぶり。我こそは馬墓旗、真の三国武装よ。龍馬と人の共存、こうなりそうが理解できぬとは。こりゃ完全に騙されてる。これが実力者の輝きなのですね。
城陥落の原因だったわけか。シラショウだ。邪魔をしないでくれませんか。これは何かの間違いだ。危ないところだったけど、どう大丈夫。巻き返しましょう。手触りな虫どもめ、やり潰してくれるわ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。一冊ヌエーラ戦客。噂の美女はどこじゃ。隠し立てするとためにならんぞ。一冊グエーラ戦客。者の輝きなのですね。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいな。引かねば。大き参上。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。本気を出したぜ。敵将馬毛騎が討ち取った。熱き闘志、何者にも止められん。四条殿は未来からやってきた。まだそのようなざれ言を信じる。おいおい、信じるの侮らないで。話はまとまったが、いずれにしても救われた命だ。Mm-hmm.